細川京本は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけての武将、大名。下屋国もてぎ藩主、北地国屋部藩初代藩主。官位は、十五位下、現場玉。北地屋部細川家初代。A69 年、細川藤高の次男として誕生する。実名を正置とする資料もあるが、完成重修書家譜は、京本のみを載せている。はじめ父や、 兄、忠興と共に、織田信長に仕え、初陣となる天正五年の山和国片岡城攻めでは、兄、忠興と共に一番槍の武功を挙げた。その後、父兄と共に、丹波、丹後地方の平定に赴き、天正九年、父、藤高が丹後へ入国した時になお現場、頭京元と改め、松井康幸と共に、過労職に任じられた。天正十年、 当時の単語守護職一色氏を滅亡させると、丹波軍、竹野阿美野省、和田家など一万五千石を与えられ、十月に吉原山城に入城する。城の本丸に五陣屋を建て、二の丸、三の丸を築き、市街地を開いて、城下町を霊山と名付けた。信長没後は、橋場秀吉に仕え、天正十三年の越中と山攻め、 天正十八年の小田原征伐、文禄の役では、陳樹攻めなどに参戦した。京本にはなかなか婚ができなかったため、文禄三年に忠興の次男である、細川沖明を養子に迎えている。この時すでに沖明は、実母、ガラシャにより、洗礼を授かっていたが、京本は沖明、ガラシャが洗礼を受けていることは知らなかった。しばらくの後、沖焼の行動や辞書、 ウバたちの話からキリシタンであることを悟り、これをきっかけにキリスト教の教えを学んでいった。夏には、ガラシャの訓導や家臣、加賀山ハヤと高山コンの勧めもあり、これを受諾して、洗礼を受けて、キリシタンになっている。同時に、忠沖の家臣五人も、洗礼を受けた。秀吉没後は、徳川家康に仕え、関ヶ原の戦い、その前哨戦である。 岐阜白攻め、その後の福知山白攻めにおいても、細川隊の先方として奮戦した。関ヶ原合戦後、忠興が武前国へ国外になるとそれに従い、小倉城代を務める。しかし兄、忠興と不仲になり、慶長6年12月、隣国の黒田長政に助力を得て出奔する。その後は自康と名乗り、堺の妙国寺で数年過ごしたの父々。 有細を頼って、京都の小川屋敷で陰性した。慶長10年頃の京都には、有細のもとに、忠興の子である、忠隆、沖明兄弟も共に暮らしている。慶長13年春、駿府において、徳川家康の仲介で、兄、忠興と和解する。有細死後の慶長15年、徳川秀忠から関ヶ原での有望化観察を、 認められ、下谷国派が軍も手際に一万国を与えられて、大名に列した。真実は定かでないが、秀忠は、京元に十万国を与えようとしたところ、不仲の兄、忠沖の反対で一万国になったと言われている。慶長十九年からの大阪の陣にも参戦し、堺忠代に属した。翌年夏の陣においては5月7日安倍野へ、進軍する際、 忠代の着難である忠だゆの軍を指揮し、自らも敵を打ち首14級を得ている。大阪の陣での先行により、玄那2年には、日立国筑波軍、河内軍に6200国を加増され、拠点をもてぎからやたべへと移し、やたべ藩を立藩する。また翌年玄那3年には二大将軍、徳川秀忠のおとぎ衆に任命される。玄那5年3月18日、 江戸で53歳で死去。あとを、沼田氏の娘が、慶長9年に生んだ沖政が継ぎ、八田部藩は、廃藩地県まで存続する。墓所は、栃木県羽賀郡茂手木町の農持もともとは、茂手木氏の母大寺だったが、京本が茂手木に封ぜられてからは、旧大領主教願校まで、細川氏の母大寺となっていた。墓碑は存在しておらず、代わりに、墓の上に、 次の木を植え病の前に没年月日を引刻した石道路を設けている。またこの細川家の墓所は栃木県指定史跡となっている。同じく栃木県芳賀郡茂木の薬誉神社三宝殿には京本をご祭神とする太閤神社所蔵の御神宝や京本が植人で用いたとされる甲冑など茂木細川やゆかりの宝物、古文書などが所蔵されている。 細川雄才の次男。母は足利氏の家臣で若狭熊川城主、沼田光軒の娘、蛇行。性質はいとこにあたる沼田勘義左衛門の木吉信の,の娘糸、形質は吉屋。元は立花近氏家の性質であったが後に京本と再婚する。兄の忠興が細川明行の養子になり王州細川家を継いだため京本は、 藤孝高の泉半国主語細川家の分家として家を起こした。ありがとうございます。